8正体嫌われる勇気第3夜パート2というところで、はい、あ二等兵の友人役です。いい隊長です。隊長でございます、はい。第3夜は、うん、基本的にその課題の分離だと、うんうん、あなたのその悩み、うん、本当にそれはあなたの悩みですかと、うん、もうあなたの問題じゃないでしょってことですね。そうですね。それを考えるのはあなたの問題じゃないのではっていうお話でしたと。これがやっぱり結構厳しくてですね、毎回毎回、うん、その続きですね。要は第3夜の前半は、前半パート1では馬をですね、水辺に連れていくことはできるけども、要は飲ませることはできないと。で、いや例えばそのじゃカウンセラーって何やってんのよ、うんうん、いやカウンセラーは、うん、その相談者の自分の人生変えてくれないよと、うんうん、結局自分自身を変えるのは、うんうん、自分だけです、うん、っていうことを言ってます、はい、で、他者の課題を切り捨てよっていうので、うんうん、第3夜の後半が始まるんですけども、うんうん、基本これあのいつもと同じように、うん、太線を引いただけなんですけども、うん、くどくてすいません、セミナー1本分のはい、の気づきと、うん、あの傷つきはあるのかなと、うん、で自分を変えるのは自分しかいませんっていうところで、うん、じゃあ例えばねこの青年は、うん、じゃあ子供に対してはどうだと、うん、親が介入しなきゃいけないでしょ、うん、みたいな話をするんですね、うん、例えばじゃあ引きこもっていた場合は、うん、親が変えてあげないといけないんじゃないかっていう話をするんですけども、あくまで鉄人はいやそれも引きこもっている子供の課題だと。まあそうなんですけどねあ親としてはそうですよね、何かやっぱ教え、まあ、老害かもしれないけども教えたくはなりますよね。教えたくはなるし責任持てないじゃないですか。あ子供には幸せになってもらいたいって思いがあるわけじゃない。引きこもりは、はい、まあ、放置しとけ、それはその子どもの問題だから放置しとけって話なんですよ。アドラーは言うわけですよ、うん、で放置した結果ずっと引きこもってたらそれは子どもの問題、子どもの責任だからって言ってるわけですよね。そうですね。で親とするといやそこはなんとか立ち直らせたいと思うわけじゃないですか、はい、でもやっぱり線を引けって言うんですね、うんうん、あの介入はするなと、うん、でもやっぱ青年は言うんです、難しいですよそれはって。難しいですよ僕も思いますそれは。で言うで、まあどうも腑に落ちないって言うんだけれども、うんうん、例えばあの、うん、自分の進路に対して親が反対しているっていう時もあるよね、うんうんうんまあ、そういうのは子供の好きなようにって思いますけどね僕は。あそう、うん、ではそれと一緒だと、うん、では自らの性において、うんできることは自分の信じる最善の道を選ぶことだけだと、うんうん、なのでその選択について他者がどのような評価を下すのかっていうのは、それは他者の課題であって、あとやっている人のにはもうどうしようもない話です、うんうん、まあどうでもいいことですよね、まあ、体調風に言うと要はもうそうですね、僕が選んだ、うんなんでそんなの選ぶの、うん、っていうのは、うん、なんでそんなこと選ぶのって言ったこの人の課題。そうそうそう、はい、で結局そこって両方あいいじゃんそれっていう人もいればどうしてそれを選んだの、はい、って両方多分いると思うんですよね。まあそうですよね。そう、はい、だからその人の顔色を伺わなくてもいいのかなっていう、あっていう話になっていくんですけども、はいはい、では例えばその、うん、このアドラーの、うん第2夜かな、うん、2夜にも出てきたんですけども、うん、お前の顔を気にしているのはお前だけだよっていう話、うん、要はその僕の顔がいくら変で、うん、俺変な顔してるんだよねって気にしていても、うん、それを気にしているのは僕だけ、うん、要は僕の顔を見た他者がどう思うかは、うん、それはもう他者の課題ですと、うんうん、悲しいけど確かにどうしようもできないですもんね。どうしようもできないし別にその好みじゃないですか、好きな顔、好きじゃない顔、まあ食べ食う虫もなんてとか言うし、結婚できたわけですよね。そうですね。彼女とかもできていけるってことは、はい、少なくこう、はい、
それをこう嫌だって思う人もいれば嫌じゃないって思う人もいる、まあ、違うところを見ていた人もそうです。そうなんですよね、はい、なんでその他者の課題には介入せず、うん、自分の課題には誰一人として介入させないっていうのがアドラーの姿勢ですと、うんうんうん、で青年は、あ、じゃあ今回あなたが話をしていたのは自由について話してるんですね、うんうん、そうです、自由について語ってるんですみたいなところ、うん、あなたはってのはどっちが、あ、青年が、青年が鉄人に、どうやらこの話は今自由になるっていう話をしてるんですねっていう香りを嗅ぎ取ってですね、うんうん、鉄人に言った、はい、そしたらあの、そうです、我々は今自由について語っていますと、うんうんうん、でゴルディオスの結び目っていう前第3夜のパート1でなんか居酒屋かな、うん、要はあの結び目を切る絵があるんですみたいな、結び目を切る絵があるんですみたいな話をしたんですけども、それがゴルディオスの結び目っていうんですけども、これあの太字になってないんですが、どんな話かというと、要はそのアレキサンドロス大王、紀元前4世紀に活躍したマケドニアの国王です。で、まあ、ある、ペルシア領のどこかに行った時に、要は神殿に戦車が祀ってあって、それがかつての国王ゴルディオスによって神殿の支柱に固く結びつけてあったと。で、この結び目を解いたものがアジアの王になる。で、みんながその結び目を取ろうとするんだけどできないっていうところに、アレキサンドロス大王がつかつかつかとやってきて、剣でバーンって切るみたいな。切っちゃうのみたいな。結び目解くって言ったじゃんって。いや違うと。あの、運命は伝説、そういった伝説によってもたらされるものではなくて、自らの剣によって切り開くものだって、もう王様じゃないですか。王様ですよ。それも伝説とかじゃなくて、もう王様じゃないですか。もうその時点で王様ですよね。王様ですよね。っていうような話で、あの、もう課題の分離も全くそうだと。その剣を持って断ち切ればいいって分かっていても、なかなかそれができない。でもそんなことやったら、ダーンって切るみたいな。いやいや、で青年は言うんですよ。いや、そんなことやってたら、円滑な人コミュニケーションなんてできねえよ。要は人の顔を、気にしながら、その承認欲求し合ってみたいなことを言う青年じゃないですか。いや、そんなお前空気読めよみたいな。結び目を切って切るみたいな。みんな一生懸命ほどいてるから。そう。で、そんなことで良好な対人関係が築けるんですかって言うと、で鉄人は、や、築けるよと、課題の分離は対人関係の最終目標じゃなくて、むしろ入り口ですと、で言うのは、要はその何かをやる、でその例えば行為を踏みにじるっていう言葉とかも、例えばそれは見返りに縛られているだけだよと、要は、まあ、承認欲求をし合うっていうのもそうですよ、要は見返りがあるから、こっちもやるし、まあ、こっちも認めるしっていう、そう、認めてあげるから認めてよっていうところですよね、っていう、はい、なんそれは見返りに縛られているだけだよと、っていう話で、アレキサンドロス大王の話の時もやっぱり神託の意味を取り違えてるっていう人もいたけど、いや違うと、アドラー心理学には常識のアンチテーゼっていう側面があるよと、原因論を否定し、要はトラウマですね、トラウマを否定して目的論を取る、で人の悩みは全て対人関係の悩みだと考える、って言ったのも全て常識のアンチテーゼでしょうと、確かにその青年はお兄さんと比べられたとかっていうトラウマだって言ったけど、違うっていうのも、まあ常識のアンチテーゼだよねと、まあ、そういった悩みっていうのも、要するに誰からも嫌われたくないっていう思いがあるからだろうと、そりゃそうですよね、あのやっぱり挨拶をする、無視される、傷つくんですよ、やっぱり。やっぱり嫌われたくない。嫌われたくない。っていうのは、あるよねっていう話をするんですけども、いや、まあそういう見返りへの期待とかって、そういうことも、要はずっと、どこかで嘘をつかなければならない。要は、
認めたくもないのに認めてあげるとか、うんうんうん、っていうのはそれは自分に嘘をつく、うん、それは周囲の人々に対しても嘘をつき続ける生き方だと、うんうん、で、まあ、他者の課題に介入することこそそれはもう本当自己中心的な発想だよと、うんうん、他者の課題に踏み入って変えようとするというのはもうそれこそ自己中心的だと、うん、でもまあこれ居酒屋にします、すいません、はい、すいません。で青年は言うんですよ、ね、うん、いや先生あなたはアナーキストかと、うん、いやもう好きに生きろっていうわけじゃないです、うんうん、もうその引きこもったままでいい、うん、暴れたいんだったら暴れろみたいな、うんうん、あなたはアナーキストですかと、うん、いやその親が子供に対して正しい道をやらせようとしない、うんうんっていうところからアナーキストみたいな罵り方をするんですけども、うん、いや違うんだよと、例えば近代哲学の巨人、うん、カントはそういった欲望のことを傾向性と呼びました。そういった欲望、そういった欲望っていうのは嫌われたくないみたいなこと、そうですね、普遍的欲求って青年は言うんですけども、うん、嫌われたくない、例えば、うん、本能的な欲望、衝動的な欲望、うんうん、っていうのもすべて傾向性という言葉で言えるんですけども、うん、要はその周りのそういった気持ちとかに流されていく、うんうん、流されるがまま、うん、なんか疲れたいとか、そういうのは、そう、そういう嘘をついてでも流されるまま生きていくっていうのは、うんうんうん、それは傾向性と呼ぶものです、うんうん、要はコロ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 転がっていくもの、うんうんうん、でカントはそれを抵抗性と呼んだと、うん、でそれが自由かっていうと、うん、まあ落ちていく自由っていうこともあるかもしれないけども、うんうん、逆らうこともできるでしょうと、うんうん、立ち止まることもできるんだと、うんうん、っていう意味で、うん、自由とは他者から嫌われることであるって急にズバーンズバーンってくるんです、うんうん、あの要は他者の評価を気にしない、うんうん、他者から嫌われることも恐れない、うん、で承認されないかもしれないっていうコストを支払わない限り、うん、自分を貫くことはできないよと、うんうん、で幸せになるには嫌われる勇気を、うんうん、幸せになる勇気には嫌われる勇気も含まれます、うんうん、要は他者の課題だから気にしない、うん、だからこの動画もそうですよね。こんなこと言ったらこんなこと言われるんじゃないかとかそうですね、そうです、まあ、そこを恐れてやらないっていうのは自由ではないっていう、そうです、うん、他者の課題ですね、他者の課題ですね、はいはい、確かに、うん、で青年が持ち出すのは昔殴られたとか、うん、いやこの人嫌ってるかもしれないみたいなことってあるよね、うんうんうん、っていう時にそれは対人関係のカードっていう観点から考えるといいっていう鉄人は言うんですね、うんうん、対人関係のカードは常に私が握っているものだよ、うん、要は、よくここで出す挨拶を無視する子、うんうんうん、いや実は僕はいつもその、いつも無視されるんですよ、傷つくんですよって言ってるけど、その対人関係のカードは向こうが僕は握っていると思ってた、無視するっていうことで向こうが握っていると思ってたけど、いやその対人関係を持っているのは常に私ですと、それは他者の課題ですから、まあそうですね、そう、そう、うん、常にこの対人関係のカードを、うん、要はまあ私が持ってるってことですね、自分がどうするかは自分が持ってる決定権がある、そうなんそうって言うんですよ、うん、で要は他者を操作してもいけないし、うん、操作することもできない、うん、で、まあ、鉄人が言うのは対人関係っていうと、うん、どうしても2人の関係とか、うんうんうん、その大勢変えたら会社とかの関係っていうイメージをするけども、うんうん、まず自分だよと、うんうんうん、握ってるのも自分だよと、うん、でいうのは私が変わったところで変わるのは自分、私だけど、うんうんうん、他の人はみんな他の人他者の課題、うん、で、まずは自分、うん、まあそうなんですけどね、まあ、難しいですよね、まあそうなんですけどね、うんうん、でもここで言うのはやっぱり子供、子供、そうですよね、子供いらっしゃる、はい、この子供、まあ、どっちかというと僕もこう
子供の好きなようにやらせてる、はいはいはい、まあ、こういう学校行きたいって言ったらそれでいいんじゃないの、あ、なるほど、うん、こういう学校行けよとかっていうことは言わない。ああなるほど、うん、要は僕はあの名古屋には名古屋大学っていう大学があってね、うんうんうん、いいらしいから明大行けな明大行けな明大行け明大行けって言ってるんですけど、そういうことは言わない、言わないで、まあ、僕があの中学とか高校の時とか、はい、散々言われてきたんですよ。介入されまくった、介入されまくった、だから、はい、高校の時とかって、まあ、そんなに考えてないんで、はい、だから美容師かっこいいなとか思ってたんですよ、はい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 、で美容師になりたいって言ったら美容師なんか絶対ダメだみたいな、お前は税理士になれとか言って言われて。ああなるほど、力強いですね。力で、まあ、そういった学校に進学して、はい、まあ、簿記勉強して、はい、簿記の1級まで取って、はい、でも就職は全く、あ、就職はしましたけどすぐ辞めてパソコンの方に、はいはい、移ったみたいなところがあるんで、やっぱりやりたくないことはやりたくないですよね。あ、なるほど。就職して経理じゃないですか、経理で就職して、はいはい、こんな仕事は一生続けられないと思ったんですよね、はい、ずっと伝票入力みたいな、数字をずっと計算してみたいな。なるほど。そうだから試験は別に結構得意でした、こう考えてこれで解くみたいな感じなんで結構得意だったんですけど、それが仕事になるとこの仕事は一生続けられないなっていう。 そう、でそこでまあでも気づいて変える時何か言われたんですか、うん、いやもうそこからはもう大人じゃないですか、はいはいはい、言われそうになったら逃げますよ。あ、どう回避するかどう回避するか、はい、うん、そこからはもう結構自分の好きなように、自分の好きなように、だからその会社もバンと辞めて、まあ、全部自己報告ですよね。学んでるわけですね。そう、対処方法、自己報告。なんで辞めたんだとか、もう辞めたものはしょうがない。まあ、そりゃそうです。もう撤回はできない。はい、で、あの僕、そのコンピューターやる。で、その頃 Windows が流行ってた時なんで、はい、流行り出した頃、大ブームの時で、はい、パソコン面白いと思って、あの仕事中に全部パソコンの業務が僕に回ってくるんですよ。はいはい、一番若くて。そういうのが得意そうだから、はいはいはい、でみんな年配の人とかじゃない、女性の人とか、もう触ったことがないみたいな、そうパソコンなんか触ったことがない、まあそもそもその時代、まあ、そういう時代ですもんね、はい、もうみんな触ったことなくて新しく勉強するっていうのはもうみんなこう拒否するので全部僕にこう回ってきてて、でこう自分でこう調べたりとかしてやってて、パソコン面白いなって思って、これからパソコンだろうと思って会社辞めて学校に入ったんですよ。パソコンの、じゃあそこで強引に結びつけると、うんうん、そこから自分の課題と、うん、自分の課題向き合ったわけ。そう、あ、なるほど、うん、そこからも結構アドラーのいう感じで結構自分の好きなようにはやってる、だから全部自己報告で会社辞めたとか、そこにもあれですもんね、人のせいにできない、あ、まあそれはありますね、自分の責任、うんうん、やっぱそっちの方がいいような気がしますよね、うん、自分としては楽です、自分の責任でやってるから誰もこう文句言わせないし、ね、みたいな、すみません、なんか急に居酒屋っぽくなってしまいました、はい、この続きは居酒屋でまた話したいと思います、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒お願いします。ありがとうございます。